ボス、イーゾー福岡は、2020年7月21日、福岡ペイペドーム向かいに開業した、エンターテインメントビルである。同所は、福岡ペイペドームの敷地内にあり、建物は、地上7階建てで、近接地に2018年開業の商業施設、m a r ケイズ、福岡ももち並びに、2019年から2020年に、 かけての完成を予定する二棟からなる超高層マンションがある。名称はエキサイティングエンターテイメントゾーンを意味する。当初は5月の開業を目指していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令で後期が遅れ、開業時期が7月にずれ込んだ。1階にはホークスタウンモール閉鎖以来約4年ぶりに、 天神地区から道地へ戻ることになる西日本シティ銀行 HKT48 劇場。4階には、大貞春、ベースボールミュージアムサポーテッドバイリポビタン D。5階には、チームラボフォレスト SBI 証券。7階には、吉本福岡大和証券。コネクト劇場などのテナントが入っている。開業前の2020年6月12日、施設の命名権を、 サントリー食品インターナショナルが取得。同社の看板商品である缶コーヒーボスを用い、開業時より、ボス、イーゾン福岡の名称を使用する予定である。ありがとうございます。